イプ別心理学。あなたはどのタイプ？人は4つのタイプに分かれ、その気質で生きているタイプ A さんの場合、よく笑いよく泣き、楽しいことが大好き、いつもニコニコ、社交的、移動距離が広く、フットワークが軽い、友達がたくさん、みんなとワイワイが好き、カジュアルな服装で、装飾品多め、遊ぶのが得意で、たしみ、行動力があり、何でもチャレンジ、マルチタスクで、幅広く興味がある、今を生きる人、流行り物に敏感で、ミーハー、基本的にすぐ飽きる、面倒くさがりで、ざっくりやりたい、責任感より、楽しいかどうか、新しいもの、新しいことが、好き、時間管理や数字が苦手、人たらしで、甘え上手、言い出す割に、丸投げが多い。タイプ B さんの場合、癒し系で可愛らしい、優しく女性性が強い、引き上手で、相手を立てる、ゆっくり、マイペース、嫌われることに敏感、礼儀正しく、ルールを守る、ボランティアや、他者貢献が好き、謙虚で、人に譲りがち、自己肯定感低め、争いや勝負事が、苦手、人目が気になる、いつも自分は、後回し、自己主張や意見は、少なめ、家族が大好き、悪くないのに、謝っちゃう、ナチュラル思考、少人数で、長い付き合いが好き、お金より断然愛、人を信じやすく、騙されやすい。タイプ C さんの場合、見た目高圧的、話しかけづらい、上から目線でマウント取りたがる、いじめっ子気質、教えたがりの、お世話好き、自分大好き、ナルシスト、短期で常に自分が正しい、結果重視の、努力家、地位と名誉、富と名声が好き、負けず嫌い、順位をつける、頭の回転が速く、応用力がある、親分肌で、頼ってほしい、白黒はっきり、ごまかしが嫌い、合理的で、無駄が嫌い、目標達成欲が強く、志が高い、嫌味や皮肉が多く、素直じゃない、女性と子供は守りたい、男性的プライドが高め。タイプ D さんの場合、独特の世界観を持ち、その領域を守る、オタク、マニア度が高い、職人気質でこだわりが強い、真面目で誠実、データ、分析、調査、リサーチが好き、一人遊びや単独行動を楽しめる、ルーティンが決まっており変化を嫌う、コツコツ積み上げる、大器晩成型、謎のこだわりと感性がある、みんなといるより一人のが楽、伝統、文化、継承、歴史、古典的なものを好む、完璧主義、勉強が大好き、無表情、無口、ミステリアス、ルールやマニュアルを守る、天の弱で、みんなと同じが苦手、人は人、自分は自分、一途、一点集中型で、納得するまで深めたい。あなたや周りの人はどのタイプだった？コメントで教えてね。